とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備の紹介をしていきたいと思います。心を奪うものですね。クレイモアのユニーク装備の一つになりまして、ユニークスキルに、吸血がついてます。で、吸血なんですけども、レベルは1です。5% の HP を回復します。発売当初は、これ、最強武器の、一つだったんですけども、今でも、これは全然強いんではないかと思っております。心を奪うもののおすすめの回復エンチャントは、リフレッシュです。輝きもあるんだけども、輝きは攻撃速度の遅いやつと相性が悪いので、心を奪うものには合わないかと思います。もともとね、吸血がついてるので、簡単な場所だったらば、回復スキルはね、つけなくてもいいと思います。簡単なところだったらね。ただし、高難易度になると、リフレッシュは絶対必要になってくると思うので、つけておいた方がいいですね。そして、おすすめの補助エンチャントですけども、重力は絶対に入れた方がいいです。心を奪うもの、攻撃範囲はそこそこ広いです。でも、そこそこで、ちょっと中途半端なんだよね。それに、重力をつけることによって、殲滅速度が全然違ってくるので、重力は絶対入れた方がいいと思います。あと、補助エンチャントでのおすすめは、ガードストライク、そして爆発、凶暴化なんかも、いいかもしれません。でも、重力を入れてるのであれば、あとは補助を入れずに攻撃の方を入れた方が、強くなるんではないかと思いますよ。そして最後、攻撃エンチャントですね。攻撃エンチャントは、とりあえず、虚無はおすすめです。どの武器にもね、虚無は合うんだけども、特に攻撃速度が遅い、こういう武器には虚無が合いますね。そして、痛みサイクル、ダイナモ、シナジー、この3つも、攻撃速度が遅くって、一発がでかいやつとは相性がいいので、この3つも入れるのをおすすめします。そして、追い打ち。クリティカル、エイリ、アンチャンティングもおすすめですね。そして、おすすめできない攻撃エンチャントもあります。星なき夜、そして、覆われた怒り。この二つと同じく、旋風衝撃波、雷、毒の雲。この四つはおすすめできません。旋風衝撃波、入れてもそんなに意味はありませんし、雷、毒の雲、30% で、発生します。攻撃速度が遅いやつに、このパーセンテージで発動するやつは相性が悪いので、入れない方がいいですね。はい、ということで今日はこれ、心を奪うもの、紹介していきました。発売当初はね、本当にこれ、いろんなサイトで紹介されて、最強だ、最強だって言われてました。でも、今でも、これね、かなり強い。やっぱり、もともと、吸血がついてるっていうところが、俺はでかいのかなと思いますね。あと最初の頃って、リフレッシュがなかったんじゃなかったっけ？リフレッシュ途中で出たような気がするんだけどね。このリフレッシュの、存在っていうのもでかいっすよね。リフレッシュと、吸血で二段構えで回復ができるっていうので、それが強さの秘訣なのかなわかんないですけども。まあ、今でも全然現役で使っていける武器なので、超おすすめです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。